こんにちは。東大合格受験人の時田博光です。今回は高校1年生全国模試対策数学から集合と不等式について解説していきたいと思います。さあ行きましょう。この集合という分野なんですが、模擬試験になると集合単体だけ、集合だけで出題されるってあんまりなくてですね、集合と今回みたいな不等式みたいな問題とか、集合と図形みたいな問題が出題されちゃうんですね。なのであんまり解いたことないなとか、あんまり見たことないな問題が出てきますが、まあ、その時にどういうふうに見たら、どういうふうに解いたら、点数がね取れるのかみたいなものを今回、そのポイントを合わせて説明していきますので、最後までぜひ見てくださいね。でいきましょう。今回の、模擬試験のね、対策も前回とか、他の動画でも、解説していますが、いきなり頭から、ね、最初から最後まで見ていくと、何すんのって分かんなくなっちゃいます。いっぱい情報があって大変なので、まずは問題をね、カッコ1で何を言われてるのかっていうのを見てからやっていくのがいいんですよ。そうすると A イコール -1 っていうふうに言ってるので、それで具体化するわけです。それがね、1つ目の今回のポイント。文章を具体化するとか、数式を具体化するっていうのが非常に重要になってきます。こういうふうに A イコール -1 って書いてますから、あ、B のところに -1 代入すればいいんだね。なるほど。そしたらなんか B が求まりそうだなっていうのはわかりますよね。じゃあ、今何するのかっていうと、A と B のこれ共通集合ね、キャップとかカツとかいうふうに読みますが、これ A と B の共通部分を求めなさいって問題なので、 A を調べたり B を調べたりね、このラージ A を調べたりラージ B という集合を調べたりしなきゃいけないってことがわかります。ではまずは A 見てみましょう。すると X は1桁の整数ですよって書いてます。でこれです、具体化しましょう。なるほど、1桁の整数かではなくて具体化していくんです。つまり1桁の整数って言われてますから、がどういうものかっていうのを具体的に書いていくと、例えばマイナスから書けますかね。はい。これ実はマイナス9、マイナス8っていうふうに、これ一桁ですからね。はい。マイナスからスタートするんだなってことがわかると思うので、これどんどん書いていきます。マイナス5、マイナス4、マイナス3、いっぱいありますね。マイナス2、マイナス1、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9と、まあこれちょっと多いですけど、まあ、全部書き出してみるとね、いいと思います。で、それから B は何かって言ったら A がマイナス1、スモール a がマイナス1ですから、これを書き換えて、見るわけですね。そうすると、まずは2分の x、足す1っていうのが3分の x 引くの部分がプラス3足す1ですからね。まあ、A にマイナス1代入すると、マイナス 3a の部分がプラス3になるので、プラス3足す1でプラス4というふうになります。ですか？はい。これが x は、で、x は実数だと言ってます。で、ここの部分の不等式を解いておきたいわけですね。なので、ここを調べていきましょう。2分の x 足す1と、この3分の x 足す4っていうのがどうなってるのかっていうのをね、調べていくわけです。はい。で、見てみると、これ不等式なんですが、はい、これ x がどうなってますよって、まあ、例えば2以上ですよみたいな、こんな感じで、こういう形のものにしていきたいわけですよ。で今余計なものがいっぱいありますよね。なのでそこの部分を求めるためにはまず分数になってる、ここね、2とか3、ね、2分の1とか3分の1ありますが、そこの部分を求めるために、両辺どうしますかっていうと、はい、6倍するといいことが分かります。6倍すると、こっちは 6×2 分の1なので3倍の x 足す1っていうふうになります。これね。で、これプラスのものを掛け算すると大小関係変わらずにね、そのままになって、こっちは6を掛けると 6×3 分の1なので2倍の x 足す4っていうふうになります。分かります？そうすると、はい、こっちに x は 3x があって、こっち 2x がありますよね。2x を左辺に持ってくると 3x-2x、つまり x が残りますよね。で、こっちはっていうと 2×4 で8で 3×1 で3。3を右辺に持ってくると 8-3 になるので5っていうのが答えになるわけですね。つまり
B は5以上の実数だよってことが分かりました。はい、つまりこれ、B を書き換えてやると、はい、5以上の実数だよってことなので、こういうふうに書き換えることができるわけですね。 X は実数と具体化されましたよね。で、これと A を共通部分、つまり5以上で、整数、ね、1桁の整数になるものはっていうと、これを一個一個見てみると、5が含むので5、6、7、8、9、これが答えになりますということです。でしょうか。はい、具体化していったらね、結構解けるようになるなというのは理解できたと思います。では、括弧に、まあ、ここからね、少し難しくなってきますが、最後までね、頑張りましょう。で、見てみると、A かつ B の要素の個数が6となる A の範囲、なんかいっぱい書いてますよね。なので、まずは、これ A かつ B の要素って言ってるので、この A かつ B 求めなきゃいけないんだなってことが分かりました。はい、こういうふうに情報があったら、そこの部分までで何が言えるのかっていうのを確かめましょう。いきなり全部ダーって読んでしまうと、何するのって分かんなくなるので、A かつ B の要素って書いてるので、それを求めなきゃいけないということが分かります。ただ、A はこれ変わらないので、ここに書いてあるものが、そのままです。ただし、この括弧2では、この A イコールマイナス1がそのまま使えないっていうのが気をつけてください。これでそのまま使っちゃって、あれなんかおかしいな、なんか変な答えになったぞという人がね、たくさん出てきてしまうので、この括弧1で書いた具体的なものっていうのは、括弧2からは使えないよっていうのをね、意識してください。でしょうか。あ、そうすると、ここ A かつ B の要素って書いてるんですが、結局はここはどうなってますかっていうのを調べればいいので、B の要素を調べます。つまり、B の要素ね、調べるわけです。これと一緒です。ここね、ここからここにしたときと一緒です。要素を調べましょう。はい。2分の X-A。これね。で、これが3分のX-3A たす1というふうになっているわけですね。はい、これも先ほどと同じで、X、こんな形にしたいので、これ両辺を6倍するってのは分かりますよね。はい、ここまではなんか一緒だなと。ただ A があってちょっとめんどくさいなというふうになると思います。X-3A たす1と。こうですね。で、X の形にしますので、3X と 2X しかありませんから、2x を左辺に持ってきたら x というふうになって、ここ a があるのでね、ちょっと気をつけましょう。はい、a はここ 2×-3 なんで、-6a になって、ここ 3×-a なので、-3。で、これが右辺に行くと、+3a になりますよね。ということは、-6 と+3 で、-3a になるわけです。で、残った、ここの 2×1 で、+2というふうになる。わけですね。はい、でここからです、はい、ここまで出たけど要素の個数が6ってどういうことというふうになってしまいます、はい、これ範囲ですよね、はい、こういう時にはですね、この不等式でちょっと困ったなーっていう時にはだいたい直線、数直線をね、書くと結構うまくいくことが多いです。じゃあ今回やってみると、はい、今これ全部 x に関しての話なんですけど、X に関しての話、あ、失礼しました、こっちですね、 X に関しての話、これ、はい、で、A っていう、ラージ A っていうのはマイナス9からダダダダってやって、こう9まで含まれるわけです。マイナス9があって、まあ、それからダダダダダってこうデン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 ってあって、でそこから9までなわけです。なんですが、これ A と B の共通してる部分が6個って言ってるわけです。で、これ見てみると X はどっか以上なわけです。マイナス3円たす2っていう、まあ、具体的ではないもの以上なわけです。つまりどこかしらかあってそれ以上なので、ここの範囲なわけですね。これイメージ、ちょっとまだどこかわかんないですけど、でそこから考えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってこう、ありますけど、それが6個ですよって言ってるので、ここから6個取ればいいわけです。まあ、9個数えちゃいましたね。失礼しました。見てみると、1、2、3、
ああ、でここも今イコールで含むので、もしここが整数であれば1,2,3,4,5,6 と、ああもうちょっと近いですね、1,2,3,4,5,6 みたいな形で6個になるわけです。じゃあここどこでしょうかと具体化していきましょう。はい、つまり6個だったら9,8,7,6,5,4、つまり4だったら OK だよというふうなことが分かるわけです。つまりマイナス3たす2がもし4だったらちょうど1,2,3,4,5,6ってなるよということが分かりました。はい、こういうふうに具体化していくっていうのはね、非常に重要になってきます。あ、なるほどなと、ああいうのが分かるかなと思いますね。では、ここを求めたいんですが、はい、じゃあ他にもどのパターンがいいのかを調べてみましょう。はい、9,8,7,6,5,4 とここが含まれるのは分かったと。はい、じゃあマイナス 3a+2 がどこまでいっていいのかっていうと、はい、じゃあ3にちょうど来たら成り立ちますかっていうと、ちょうどこれだと7個になりますよね。3,4,5,6,7,8,9 ってこれだと7個になっちゃうと。つまり3に来てはいけないんですよ。ここに来ちゃいけない。この手前まではいいけど、3まで来るとダメだよと。ここまで来ちゃダメだよってことなので、ではこのマイナス 3n+2 がどこにいればいいかって言ったら、この3よりも大きくてちょうど4だったら OK だよっていう範囲なので、つまりここの部分を分析して分かったのは、このマイナス 3a+2 っていうのが3よりは大きくて、4以下であればいいよと。4ぴったりでもいいからイコールつけるけど、こっちは3イコールね、3だと3,4,5,6,7,8,9 というふうに、7個になってしまうので、ここはイコールはいらないよっていうことです。ではあとこの不等式を解くだけになります。で欲しいのは A の範囲ですから、 A の部分ですね。ここプラス2が邪魔です。ということは辺辺それぞれのね、辺にマイナス2していくと 3-2 で1で、マイナス3になって、右辺は2ですね。 4-2 で2と。でここでやってしまうのがこういう感じ。これマイナス3分の1だろうと。だったらマイナス3分の1ね、辺辺にかけるとマイナス3分の1で A で、マイナス3分の2って、これが答えだーって思っちゃったらちょっとね、惜しいですよ。はい、見てみましょう。見てみると、マイナス3分の1とマイナス3分の2、どっちが大きいですか？あれ？マイナス3分の1の方が大きいってなりますよね。そこで、一番最後。不等式では、マイナスの要素が、の時が要注意っていうやつです。つまりですね、これ不等式マイナス倍するときは、実は不等号がですね、不等式が逆転しちゃうんです。逆転する。つまり、これですね。マイナス3分の1をしたものが、マイナス3分の1したものが、いいですか？こっち、マイナス3分の2になりますよね。それがこっちに来るんです。マイナス3分の2。で、こっちから来たので、ここがイコールになって、こっちはイコールないので、こうなって、1のマイナス3分の1倍なんで、マイナス3分の1っていうふうになるわけです。で、これが答えになります。いいですか？はい。これ、両方あるとちょっと分かりにくいんですが、例えば、マイナス x1 とかだったら、これ、マイナス1倍すると、こういうふうに入れ替わるわけですよね。いいですか？で、それが、今、3つになると、こことここが入れ替わって書くよっていうふうにね、覚えておくといいかなというふうに思います。でしょうか。はい。最後のね、ここの議論が少し複雑だったので、自分でぜひね、書いて、あ、ここは確かに成り立つなとか、具体的に具体化しながら進めていくっていうのが非常に大事になってきます。でしょうか。はい。こういうふうに、よく見たことないものも具体化しながら一つ一つ書いて、あ、これって見たことあるぞっていう形まで落とし込めればきっと解くことができますし、高得点ね、取って自信をつけてほしいなというふうに思いますので、ぜひ、これからも頑張ってほしいなというふうに思います。では今回の授業は以上です。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではバイバイ。